はい、皆さんこんにちは、のっぺんです。ビクトリア3やってくでしょう。さあ、前回からシク王国とイギリスの直接対決がスタートしました。これをなんとか勝利しまして、現在グリートブリテン島の半分をシク王国が割譲しています。で、 GDP も現在こちらはフランスについての2位なのかな。あー、すごいですね。さあ、ということで今回も引き続き頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、今回はまずはこちら、このジャワ島を取っていきましょうか。ここは現在オランダ領インドが取ってるんですけども、ここね、ゼガヒでも欲しいんで、ここね、ゴムがたくさん取れるんですよ。ということで、まずは攻めていきまーす。いきましょう。はい、さあ、まずは戦争じゃ。で、今ね、金銭収入もめっちゃあるからね。で、こちら富裕者投票のね、制定も始めております。で、革命が起きそうなんですけども、なんとか踏みとどまってる。で、こちらの方には、わー、結構参加してんな。ペラとジョクジャカルタ、あとジャンビ、あー、なるほどね。さあ、オランダとの戦争が勃発しました。ですよねそれはしょうがない。今でもで、手動クランク式機関銃がアンロック。で、もしかしたら上陸してくるかもしんないんで、まあまあ本国の方には部隊も残しております。さあ、どうでしょう。こっちの方心配だな。な、押されてるもんな。大丈夫、シャムさん大丈夫でしょうか。まあ、ちょっとオランダとかの部隊が入っちゃってんのかな。手がかかるの。じゃあ、ペルシャの部隊ちょっとこっち防御に回すか。はい、で、どうですかね。こっちの方は入ってる。あー、なんかこっちがいっちゃってる。あ、シグ取られちゃってるじゃん。マジっすか。んー、じゃあこっちは、あーっと、こっちか。んー、じゃあこっちから入ろう。暇な方、暇な方。じゃあ、君、はい、行ってこい。いやー、金がだいぶマイナスになってた。さっきあんなにあったのに。さあ、どうでしょうかね。いやー、攻められてるじゃん、シャムシャム頑張れ。で、こっち押されてんのかな。いや、押されてるな。あー、そうか、これはオーストリアが入ってんのか。なるほどなるほど、理解した。まあ、だが量的には私たちの方が有利だと思うんで、このまま押し切れないですかね。あー、入ってる入ってる。オーケーオーケーオーケー。さあ、どうするよ。あ、ほらほら、あー、で、はい、富裕者投票制定、ナイス、素晴らしい、パチパチ。さあ、ということでジャワの征服が完了しました。オッケー、やったやった。オッケー、よしよしよし。で、これでまずはじゃあ併合やっていきましょう。よしよしよし、ここはでかい、いいですね。で、そうですね、あ、完了性足りないか。了解了解。で、今度はそうだな、まだね、金あるんすよ。じゃあ今度はベトナム、ここを過信化しましょうか。よし、行きましょう。さあ、行くぞ、私たちは止まらん。で、これによって、どこの勢力が参加する。カンボジアか。カンボジア過信化もいいね。よし、オッケー。まあ、言うても、小作のも多いんでね、領土はそんなにいらないです。あー、で、イギリス参加してくるか。マジか。あー、で、シンも参加してくんの。厄介じゃの。さあ、ということで勝負、ベトナムとの戦争が勃発、いくぞ。さあ、ベトナム、そして中国、イギリスを許すな。さあ、どうでしょうかね。あー、で、自由の叫び、あーっと、保証された自由制定できなかったか。あーっと、これはなかなかヘビーなことが起きてますね。じゃあこうするか。はい、で、こっちの方はどうかな。勝ってる。どうだろう。あ、負けてんのかい大丈夫。で、こっちちょっとちぐはぐになっちゃってんな。まあいいや。で、今回も戦争目標モリモリでやってますから。はい、行きましょう。で、人権がアンロック、了解。そうですね、次はじゃあこれにするか。課税キャパシティプラス25。よし、行こう。あー、で、ここ攻められてるよ。大丈夫押し返せ押し返せ。いやいや、押し返せ。あー、押されてんなこれ。まずいまずいまずい。大丈夫か。で、イギリスが、よし、降伏しました。ランカシャの征服、ナイス。ランカシャランカシャ。よし、じゃあ、はい、併合始め。
これでイギリスどうかな。現在列強8位か。だいぶランクは下げてはいるんですけど、まだまだですね。でこっち問題はじゃあファルスの方行ってんの。あー本当だ、めっちゃ行ってるわ。まあ、中国が早めに諦めてくれれば助かるんですけどね。まあ、こっちは大丈夫か。で、保証された自由制定しました。パチパチ、オッケー。で、そうですね。この勢いで、次は、小学校義務教育。これやるか。よし、行こう。で、地上の地獄、何ですか？うわーなんかやってる。さあ、ベトナムの家臣化が完了しました。オッケー、ナイス。で、こちらは急進的な南アフリカが、なんか揺さぶりをかけようとしてる。うん、拒否。私を誰だと思ってんだ。で GDP も気がつけば 500M 超えてますね。ナイス。で小学校義務教育、あできなかった。貧民学校、いやーだいぶ粘られてるなー。まあとりあえずこれでいいか。はい、 OK。 今度はそうだな、じゃあチェンマイ、よし、ここをじゃあ従属させよう。でどうもこちらルアンパバーンが向こうに味方してるらしいんで許さん。じゃあルアンパバーンも、はい、追加してやろう。で他の国が参加してくるんだったらね、もうそれに乗じて進行していきましょう。さあどうする。いやマジやりたい放題だな、シク王国。さあ小学校義務教育を制定しました。パチパチ、オッケー。ただそれによって実業家たちがめちゃくちゃ怒ってる。子供を働かせるなんてもう恥を知りなさい。そういう時代じゃないんです。でこっちのルアンパバーン攻めとチェンマイ攻め、普通に順調ですね。まあ、こいつらも普通に家臣できるでしょう。で戦闘作戦がアンロック、了解。で今度はそうですね、まあ電話かな。まあもうね軍事は進めなくていいんじゃないかなって思うんですよね。でルアンパバーン家臣化、 OK、 ナイス。まあ言うてこっちのチェンマイももう終わるでしょ。オッケーオッケー、よし。でこれでインドシナの家臣たちが増えましたね。 あとチャンパーサック、こいつもなんか気持ち悪いな。この辺塗りたい。あーでここにイギリスいるやん、ユルさん。でイギリスは列強から外れたのか、ざまあ見やがれ。でもシク王国がイギリスを進化にできるのかな。やっぱねフランスから独立しないときついかもしんない。まあ、削り続ければね大国から落ちて進化にできるかもしれないけど。よし、チェンマイも過信化完了しました。 OK、 ナイス。よしよしよし、普通に順調だな。で生活水準もねまあまあ上がってるん であと生活保障もねそろそろつけてあげたいですね。でとりあえずこっちの武装を解除すればよし、収入もめっちゃ跳ね上がる。 OK、 いいね。でそうですね、次どっか攻めれないですかね。もうどんどん今攻めたいわ。さあ給品法を制定しました。パチパチ、オッケー。でここで貧しい人に社会の福祉が行き届くんですかね。でそうですね、今度は比例課税、いやこれ通せたらなベストなんだけどな。ちょっとまだ反対が多そう。で国境封鎖もねもうそろそろ外したい。あーでもやっぱこれだな、完全分離、これやろう。で宗教のさあ垣根をなくす、やっぱりでも革命起きるか。まあ落ち着けよ、いやー落ち着け落ち着け。あでも待て待て、話せばわかる話せばわかるから。で今なんかアンロックしたね。でそういえば建設セクター鋼鉄フレーム建築物変えれるんだよな。なのでじゃあこれに変えてみましょうか。いきましょう。はい、でこれで建設力が381か、386に上がった、素晴らしい。さあどんどん上げていきましょう。でそうですね、これで次いるもんあるかな。いや鋼材が全然足りないな。でゴムも全然足りないのか。ゴム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 は、いやでももう限界だよなきっと。まあなんとかいけなくはないか。こんな感じか。OK。で、今、収入は400。うわ、すごいな。めっちゃ金貯まってんな。いやー、どこか攻めて。
で、おそらくもうそろそろイギリスとの停戦が終わるんじゃない？2ヶ月後だ。いいですね。よし、準備していきましょう。よし、イギリスとの講和が解けましたね。なので攻めます。まずはそうですね、ここだな、ヨークシャ、ここを攻めましょう。で、お次は、次はどこ取るかな。もうどんどん切り取っていきましょう。で、浮遊式港湾がアンロックされました。了解。となると、今度は、ここはローランド。で、ここはハイランド。あ、ハイアンドローランドかな。ハイアンドロー、いいですね。さあ、イギリスとの戦争が勃発しました。行きましょう。しまった。これ、いや、非正規軍のままだ。ごめん、忘れてた。危ね。いや、もう手遅れかもしれん。どうしよう、大丈夫。いやーこれまずいな。いやー頑張って。いやー非正規軍でやっちゃった。どうだろう。うわー押されてんな。将軍がいないのに押されてるとかもう恥だよ。あ、でこっちは押し続けてるね。よーしいいぞいいぞ。さあ頑張れ。でまあこっちもまあ勝てるっしょ。で、いやーちょっとね、完全分離がやばいな。この革命の数値がね、上がりはしないが落ちてもいない。で、いびつな関係。これは、まあ、とりあえず、施行期間マイナス 20%。やっぱ、そりゃ賛成しないわな。まあ、一応こっちの方、ああ、よし、押してるっぽいね。この辺も削らねえとな、マジで。もう、戦線が広くてかなわん。で、こっちの方もなんとか頑張ってもろうて。え、どうです、こっちの方は攻めれてるかな。こっちが大事だからね。いや押されてんな、なぜ。あ、でこっちは入ってるか。よしいや頑張って。そうか、ここは取れんか。とりあえず、あ、で、急進的な牙との戦争が勃発。マジか、このタイミングで。いやー無理やって。うん、待てちょっと、ちょ押されてる。まずちょ戻ってきて。ヒバー、そんな不意打ちはいかんよ。めっちゃ押されてるじゃん。急いできて。で、完全分離は制定。よし、その低い確率をようすり抜けてきた。で、革命は大丈夫でしょうか。問題、ババシング、こっち行こう。はい、まずい、急いで、まずいよ。めっちゃ攻められてる、やめて。お願いだから。で、とりあえず、ヒバは諦めたみたいですね。よかった。ふぅ、びっくりした。ねえ、こっちの攻めがね、あんまりうまくいってないかな。強え。で、こっち、もう早く、あ、向こう諦めてくんないかな。で、ちょっと待って。ニュースが邪魔よ。で、こっちだな。とりあえず、ここ入ろう。で、で、こっち、来たいんだ。ポティ増援でお願いします。はい、よしここ入ったことによってイギリスのパーセンテージ落ちてる。よしこのままで、この戦いが終わればグリートブリテンとは私のものだ。で、マンスターもついでにいただく。てなるとイギリス相当パワーダウンすると思うんですけどね。パワーダウンです。で、こっちは何ですか。私は関係ありませんね。南アフリカと革命主義的な南アフリカで、どうだ、押しきれ。あ、で、和平いいよ。よし、じゃあ、私の要求全部受け入れてもらおう。おい、やったー、オッケー、ナイス。で、イギリスはここだけか。あ、でもなんかランクあんま落ちないもんだな。あ、落ちる。よし、いいぞ。で、私もじゃあ兵装とこう。はい、これでめっちゃ収入、よし戻るね。素晴らしい、いいぞ、すんごい収入上がる。まあ、言うて確かね、イギリスから賠償金取ってるもんね。イギリスの賠償金は 1.74k。 少なすぎるわ、何を言うてんねん、もっとよこせや。で、日本攻めるのはしばらく待ちましょう。ここだ、スマトラ島、ここ取りましょう。いくぞ。はい、で、これで、はい。んで、今度はスマトラ島を征服したいですよね。
スマトラスマトラで、スマトラスマトラで、うん、ついでにジャンビも取ろう。ジャンビジャンビジャンビで、他はあー、ここもね、ちょっとね、ジョクジャカルタも邪魔だから取りたいんだけど、まあいいや。オッケー。さあ、オランダと戦争が勃発、いきましょう。まあ大丈夫でしょう。で、はい、公共学校を制定しました。オッケー、ナイス。さあ、宗教学校から転換しました。んーで、あー、ここは維持されるのか。あ、違うよ。え、待って待って、一旦これ切って、で、あーと法律で公共学校だよね。で、こっちの公共施設はこのままなのか。そうなんだね。勉強になります。で、早めに教育レベル5も欲しいな。もう今更どうかもあれだけど、うん、まあ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 。で、こっちは、スペインも絡んでんのか。なるほど。ただ、こっちは私たちが有利なんじゃ。よし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 、いいぞいいぞ、入れ入れ。で、スペインが諦めた。で、もうすぐ、ここのオランダ領域でも諦めるでしょう。で、石油産業の拡張完了。 OK。 これは油田から一滴も漏らすな。わかった。漏らすな。で、はいはいはい、スマトラ島取りました。ナイス。 OK。 やったー。で、電話がアンロックで、今度はプラスチックだな。で、併合作業いきましょう。はいはいはい。で、併合進んでるね。 OK。 ナイス。で、あとは、あ、この辺も、もうすぐ併合終わりそうですね。で、あ、はいはい、小作農もいるじゃん。ナイス。で、今、木が全然足りないんだよな。もうたくさん木切ってもらっていい？で、あと、ゴム、ゴム、ゴム。で、どうもですね、こちら、ペルシャを取り込むことができるらしいですね。じゃあ、行きましょうか。よし、行きましょう。で、選挙は終わりまして、自由党が勝ちました。自由党ってどこだ。インテリゲンチャと実業家か。はい、わかりました。こうしてこうだな。なんか通したい法律、あー、重症主義だな。ゼガヒでも、あー、で、待て、これを通してから変えましょう。あー、ペルシャとの戦争が勃発、いくぞ。お前らも拠点をよこせ。こうだ。はい、で、賠償金もいただく。いや、戦争はいいですね。で、ここはさすがに、いやー、きっついのか、マジか。じゃあ、ここは奥の手。じゃあ、イングランド部隊、どこだっけ。オスマン帝国の首都は、わかんないな。まあ、とりあえずこっち行くか。はい、どうぞ、頑張ってきて。で、もう一部隊行かせよう。で、お、海戦やってるじゃん。よし、海戦も勝利して、こっち上陸しましたね。おー、でも押してるね。よしよしよし、いいぞいいぞ。で、オスマンの人探さないとな。で、ここマケドニアなんだ。はぁ、マケドニアといえばアレクサンドロス。いいですね。で、首都どこ？わかんねえ。わかんねえけど、攻めてる。あ、一応、ちゃんと攻めれてるっぽいね。よし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 。で、こっちの、あと、ペルシャもここ、ここは取ってるっぽい。ここね、すごい気持ち悪かったんだよな。やっとスッキリするわ。で、バスラ、バグダッドの征服、そして、戦争賠償金ゲッツー、ナイス。よーし、オッケー。ここは私のものだ。はい、じゃあ、ほい、オッケー。で、併合して、で、小作民、じゃあ、小作農か。もう、まあ、ほどほどいますね。よしよしよし、いいぞいいぞ。で、インフラ、いやー、デリーな。デリーはインフラがつきがち。はいはいはい。で、もうすぐ、おそらく、ペルシャも落ちるでしょう。はい、頑張れ。ペルシャ、よし、落ちるね。で、これで、はい、オッケー、ナイスー、やったー。オッケー、オッケー。で、これでシスタン、よし、併合しよう。やっとここまで来た。で、保護主義も制定しました。パチパチ、オッケー。で、今度は、そうだな、政策の方は、早く公共施設もアップグレードしたいな。国境封鎖か。いや、移住規制にするか。
移民欲しい。であと人頭風、これもね早めに比例課税に変えてんだ。でちょっと収入が危うくなってきたな。まあ多分ちょっと福祉かな、それがきつくなってんのかもしんない。福祉福祉 162K だもんな。まあ言うてランクかなり上がってるね、フランスの属国なのに。てかフランスにも超えてるじゃん、マジか。 GDP は圧倒的にパンジャーブが上。てかパンジャーブになってんじゃんあれいつの間に四国王国じゃないじゃん。いつのタイミングだろう。まあいいか。さあということで今回はここまでにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ぬぺんでした。さよならー。